皆さんこんばんは時間は25時深夜1時となりましたインター FM897 からお届けしているミュージックトラベラーズセッション本日は第3回目の放送です DJ は私たち英子とエリ子が務めさせていただきますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえー、そしてただいまお聞きいただいている曲は私たち英子とエリ子の代表曲でグリッターですはいはい、えー、では いきなりですけどえ子さん、はい、最近何してますか <laughs> 最近ですねまあ食べて,食べて散歩して <laughs> アニメを見てます本当に一番最初に言った趣味のところを、ね、そうなんですよ,そうなんですよ最近何かおすすめのアニメとかありますか、うん、今季はですねあの波を聞いてくれ うん波を聞いてくれですよねあってます <laughs> ちょっとそこがまず大丈夫ですかね炎上しないですか <laughs> ちょっと急に不安になっちゃいました <laughs> はい。<laughs> なんかラジオのアニメなんですよ、うん、ラジオにまつまるアニメでしてすごい面白くてなんか自分が最近ねこういう機会をいただいてるっていうのもあるんですけどぜひちょっと皆さんにも見ていただきたいですねえこず、<laughs> <laughs> ーズフェイバリットでそうなんですよおすすめ なんかもう何の番組かよくわかりません。皆さんぜひチェックしてみて、はい、ください。何の番組か。はい。ではですね、この番組では皆さんからのメッセージをツイッターで募集しています。 ツイッターハッシュタグセッション897 89でぜひつぶやいてください、はい、実はこの番組生放送ではなく収録番組なのでえ皆さんからのメッセージに今この番組内でお,お答えすることはできないんですけれども私たち英子と e l i リアルタイムでこの番組聞いておりますツイッター上でですねあの皆さんに反応していければと思いますので皆さんどうぞたくさんつぶやいてくださいはいお待ちしてますはい あの栄子さんが全コメ目指してい <laughs> はい張り込んでます、はい、全力でいいねしに行くのでよろしくお願いします <laughs> はい、えー、で,ではですね皆さんぜひよろしくお願いします、えー、ではこの番組では私たちが出会って一緒にバークリーだ音楽大学に留学し在学中にユニットを結成、えー、翌年帰国し音楽家としてデビューした私たちが様々な土地での経験を各界テーマに沿ってお話ししています はい、今回第3回目のテーマはじゃじゃんボストン編パート2ルームシェア生活ということで、えー、本日はボストンで私たちルームシェアをして一緒に住んでたんですけれどもその、えー、貧しくも音楽付けだった楽しい日について <laughs> セキララにお話ししていただけたらと思いますはい、はい、じゃあせきラ,ラに,ララに、ね、最初にねいきなりみんなが聞きたくても聞けないお金の話からいきましょうかズバリねズバリねいやもう なんか確か一回目の放送でもお話ししましたけど、うん、バークリーの学費ですねまずもうめちゃくちゃ高い。とにかくもう年々あの高くなってって今だから一セメスター一学期あたりだいたいあれ百二十万ぐらいそうだったかな。そうですね。百、うん、<laughs> なんか百五十万ぐらいまで上がるみたいな話でしたね。ららなんでまあ私たち あ、だから卒業するまで、だいたい八セメスター七セメスター、まあ、人にもよるし、学科にもよるんですけど。まあ、ちゃんと卒業しようと思ったら、総額大変なことになります。ね <laughs> 大変なことになります。そう、私たち二人とも、あの、自分のお金で、あの、せ、あの、留学をしていたので。お金なかったですよね。本まあ、奨学金で頑張って、学費はなるべくめ、めね、あのかからないにしても、やっぱり。 とにかくボストンといいうががアメリカの中でも物価が高い街だったんですよねだからそうなんか正直、うん、この話って知ったことなかったですよねその留学前に貯金どのぐらいだったかみたいな話を、うん、確かにそ<う>いやだから私多分なんか百数万ぐらいしか貯金してなくてだからね卒業できると思って行ってないのあも<う>でもわかります私もそのぐらいだよっ,っう。 中退になっても何でもいいから行っちゃえと思って行ったんですよねそうだからお互いエリコも私も実は途中一セメスター二セメスター休学してるんだよね一回帰国して日本で帰国してまたちょっとお金貯めていくみたいなこともしてますしまあ意外と行ってみたら そのボストンで後で話しますけどあのバイトがあったりあとはまあ奨学金<う>別の奨学金のチャンスがあったりとかで本当に奇跡的に卒業私たちは<う>できたんですけど <laughs> いやなんかそれも私も行ったことなかったからどのぐらいお金がかかるかとかうん、うん、学費も普通に計算するとか全部で4 5 0 0万まず貯金がないとちょっと行くの難しいかもと思ってたんですけど当時の先生に。 まあやっぱりこのぐらい貯金があったら安心っていう額までまあやっぱ貯めようと思うともうキリがないから、うん、まあどっかでもう腹くくって <laughs> 行っちゃった方がいいって言われて行っちゃったらなんとかなるよって言われて <laughs> 100万だけどいいのかなと思って <laughs> いや本当じゃあ大体同じぐらいの貯金額で行ったんだ、ね、でしたね結局ね飛行機代とかね修<う>学準備にもお金がかかるしあれが高かった予防接種あっ,いっぱい受けたからいけないんですよなんか今まで人生で受けたことのない 名前のああ筋肉注射でね総額8万ぐらいしたんですよね。高かったどんどんお金もなくなるしでもなんかそうちょっと私もなんか英 <laughs> 子さんに「え英子、えー、さん一体いくら貯金がありますか?」って言うても <laughs> なかなか聞けなくて <laughs> まあそうだよねね、えー、怯えながらこのお金でいいのかなと思いながら行ったら意外とね まあななんか、ね、貧乏生活しがらでも皆さんにお伝えしたいのが多分私たちが一番貧乏でした日本人の留学生の中、ね、<laughs> でこれがスタンダードだと思わない情報欲しいっていうのはちょっと先に言ってきます。 レストランに行くのもね前回も話したけどチップとかがあってね高いもう1回の外食でだからやっぱ日本の感覚とはやっぱ違うよねそんななんかランチでさ1000円以下なんてなかなかないじゃんないですねなかったですね牛丼とかすごいですもんね日本企業努力がすごいあれはすごいよねサイズみたいなのとかないもんね だから私たちすごいウェンディーズとかばっかりってドーナツとかね, 1>, とかね1個0 0円のやつをねそそそそうそうそうあじゃあその何食べてたかっていう話はじゃあ後々ち,ちょっと詳しく私たちがこれだけお金がない中アメリカで一体何を食べて生きてきたのかをねねちょっとこうそうそです、ね、何を食べてたかちょっと後で話せればと思うんですけど、はい、ちょっとでルームシェアについていいですかあです、ねまあ、やっぱり それこそね、ワンルームで前も話お話ししましたけど一人暮らしでももう安くて15万とか、うん、しかも狭いんですよ、うんうん、普通に六畳とかでしちゃうからワンルーム、ねうんうん、もう私たちはなんか一軒家の、うん、あれは日本の間取りでいうと 2L、うん、ですねダイニングもないもんねダイニングもないも、ね、2LK <laughs> <laughs> 2LK <laughs> <うそ> <laughs> みたいなところを あの、ミュージシャン仲間とかずいてで、まあ、ずっと私とゆり子ずっと本当にうん、うん、あの、一緒にルームシェアして3年間、はい、まあ、どっちかがいない時とかってはあったんですけどうん、うん、まあ、その他のね、ルームメイトも入れ替わり立ち替わり最大5人ぐらいまで見える、うん、<laughs> の部屋ありえないですよねだって<う> 1>, 1個しかユニットバスがないユニットバスがないっていうのはまずお風呂とトイレが一緒なんですもんね。 本当にだから誰か一人がお腹痛かったらもう一人お腹痛くなったらもう大変なことになっちゃう,うすごい心配だった、ね、<laughs> 常に心配だったそうそう私たちお腹弱い芸人だからすごい不安になったよねそうトイレスポットね <laughs> あらかじめちゃんと学校からの帰り道で、ね、ないんですよアメリカはそうコンビ そうにトイレがないのでい駅にもないし日本みたいにねなんかすごい綺麗なトイレがどこにでも使えるわけじゃないので <laughs> もうね必死だよね。地獄のトイレって呼んでたトイレいくつかありましたよね <laughs> 地獄のトイレはなるべく使いたくない,ないようにして <laughs> い,い,いいトイレをなるべくねあのここだったら使わせてくれるみたいなののそうそうありましたね。よく2人でねバス登校したりしてるときに英子さんが「えりこ 私お腹痛いから先行ってて <laughs> <laughs> そ,そこを逃すと自国のトイレしかなくなっちゃうから早め,、ねね、早めの行動に行といかないと <laughs> そう家でもね大変でしたね一 <laughs> 人ねお風呂入ってたりとかするとね そうそう,そうそういや大変だったよねった5人っておかしいよねかし,いしかもだからニエルで5人ってことは仕切りを作って自分たちで暮らしてたんですけどもう仕切り手作りでね <laughs> 仕切りも手作りだしなんか普通に普通に留学してる友達が家に来てすごい引いてたもんね <laughs> 何かしかったのは あんなにやばい状況だったのに、人を招いてパーティーとかもしてたことで。前向きだった前向き。来て、うち来てみたいな。うちでやろうよ。なんかその、外でパーティーだと、高くなっちゃったりするから。家でやるのが一番、結果的に、安いんじゃないかっていうので、家に呼んでたけど。あんな地獄みたいな環境によく、人を。呼んでたな、堂々と呼んでた。よね今、おかしい。そう、近々にするんですけど。 いやそう懐かしい段、ね、ボールのね机でみんなでのあのー、<laughs> 食事を作って暮らしてたわけですけど浸水するんですよねどんな家かって言われたらもう半年に1回必ず水没する家で、うん。<laughs> しかも最悪なのが家がそのカーペットでしかもこ、うん、あの張り付いてるタイプのカーペットでなんか最初はその私の部屋の入り口の1 0センチぐらい浸水しててなんか学校から帰ってきたらそれが3 0センチぐらいに迫っててであのちょっとマットレスじゃないけどちょっとこう避難させていくんですけどなんかもう4日目ぐらいになったらもうベッドのなんか近くまでなんか水浸しになって。<laughs> しかも ちょっと濡れてるとかじゃないですよ。びちょって。びちょびちょです。本当にもうなんか一二センチはこう。そう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 。う水が溜まっちゃってる勢いでね。ええ。英、ね、子さんがいない時に、トイレが壊れて、トイレの水が爆発した言葉なんですよ。<laughs> やばい。<laughs> なんかどっかが多分取れて、トイレから永遠に水が出て。びちょびちょになっちゃって、で、呼んだんですけど、人、うん、来ないから。 こう誰か一人がここ押さえながら一人がこう拭いてっていうのを1時間ぐらいしてどんな時刻かと思いまそううち半地下だったんでうもうね水 だからもう流れ出しちゃったらねね終わりだよ、ね、<laughs> じゃちょっとあの後半でまたあの家の話とかあの引き続きできたらと思うんですけど一旦ですね、はい、あのここから私たちの曲を曲私たちの曲じゃないですねおすすめ曲はい、はい、そうですねじゃあえっと第1回第2回とちょっとピアノ曲が続いたんで今日はですね私のえおすすめの曲ということでイスラエル出身のベーシストアビシャイ公演のえアルバム「ライラよりえシンプルメロディー」をお送りします。どうぞ お送りした曲はアビシャイ公演でシンプルメロディーでした、えー、アビシャイ公演ねなんか変拍子でバリバリかっこいい曲とかがすごい多いんですけど、うん、実は私この、うん、アビシャイが自分で歌ってベース弾いてるこの曲が一番アビシャイが歌ってるんだそ<う>おいい声ですねそうなんですよやっぱ私も歌いたいな あ、じゃあ歌ってください <laughs> 引き歌いしてやめよう <laughs> ファインディング Wi-Fi でぜひ歌ってください,い <laughs> どんな歌詞になるんですかねわかんないわかるピッ,がないピッピッピッピーみたいなピッピッがないちょっとじゃあ引き続き、はい、ビームシェアの話を続けていきたいんですけど、うん、何食べてたか覚えてますかいやだからすごい印象的だったのが、うん もうその留学したての時にとにかくそのねお互い100万とかだったでしょういかに食費とかをけちるかみたいなところを必死でなんか近所のスーパーに行ったらさ、うん、なんかベーグルが12個で5ドルみたいなのが日曜日のなんか朝だけ特売みたいなルームシェアの仲間3人とかで行ってねね<う>毎週ねそう負けてね4個ずつ <laughs> みた<い>な <laughs> でもそのベーグルがめっちゃ硬いんだよね。か 野獣になっちゃう。そうそうきれないみたいな。もう結局お金ないから食べるものがもう一品なんですよね。しかも炭水化物が多くてパンとか。本当にパンとかパスタね安い。ね、もうはなんか七十五セントとかであのそ<う>束束買える束。束る <laughs> いや私今でも覚えてるんですけどやっぱなんか <laughs> 特に一人で食べるときになんかこうちゃんとしたものを作る気にあんまならないじゃないですか。さ、うん、よく 多分一人暮らしの人みんな経験してると思うんですけどだからパスタをそのまま醤油とかかけて食べるとかやってたんですよねそれはね私できない <laughs> 嘘もうちょっと欲しい,あるあるい一手間もうちょっと一手間欲しいしかもなんかなんなら私それに関してはなんかね人に振る舞った気がする <laughs> 意味を食べてみたいな、ね、恥ずかしいもなくね。これ何が入ってるの？醤油とバターとか。<laughs> いやでもね、まあ、私も人のこと言えないな。だからトウモロコシを買ってましたね。茹でてラップで包んで持ってってました。その自転車に挿して。<laughs> かおかしかったですもん。なんかカバンからトウモロコシ出てる,るんだっけ <laughs>。学校のあのテラスみたいなところお昼ご飯と思ってた。 安いんですよ、トウモロコシがアメリカは。なんかセロリにはま、セロリにはまってた時期もあります。セロリも安い。セロリ買ってましたね。セロリ買って、浅漬けとかいっぱい作ったなんか私セロリ好きだから。冷蔵庫がすごい。セロリあのルームメイトにセロリ臭いっていう文句を言われながら、過ごしてました。けどそうですね。でもなんかたまにね、みんなで集まって、料理を一品ずつ作って。あ、そうそうそう。パーティーしたりとか。ね、まあだから貧乏だったけど、楽しかったよね。いや、楽しかったですよ。なんかやっぱり。 家帰ってきて人がいるっていいなって思いました。確かに確かにね、うん、クラスであんなことあったのど,どうなの言ってそうそうそう結構なんか英語をこう話せるようになるためにまあ、学校でもその外国の方と一緒にいて家うん、うん、ルームシェアもなるべくその日本人同士で住まないみたいなポリシーの人とかも結構いたんですけどうん、うん、なんか私はやっぱりなんか。 日本人と住んで良かったなと思いますうん、うん。私もそう思う。うん、まあやっぱメリハリもつくしね。そうそうそう。しなかっやっぱストレスがね。うん、そこですごい解消されてたなと思います。<laughs> 確かに。なんか不安なになっちゃうじゃないですか。うん、深夜とかに私たち将来どうするんだろうね。よくその話してましたね。朝の4時ぐらいまでうどうする？アメリカ残る？日本帰る？ 何の仕事したいとかウイスキーとか飲みながら確かに確かにそ<う>あとお互い音楽やってなかったら何になってたとかねあそう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 そ毎回すなんかもうだんだんこう派生してて好きな食べ物ベスト5はとかち <laughs> <laughs> でもいい, <laughs> すどいどうでもいい <laughs> お互いの好きなところ言うとか <laughs> やってたやってたうもうなんか お、うん、おかしおかしし、ねうん、でもやっぱ楽しかったですよねなん何か日本帰ってきてちょっと寂しくなる時時とかかかあありますかすねね確にの賑やぎたよ、ね、<laughs> <laughs> いやそうさっきちょっと合間に英子さんと話してたんですけどそう私たちその最初100万ぐらい貯金があったって言ったんですけどもそっからどんどん学費とか払っていって食費とか家賃とか払ううちにどんどん減っていくわけじゃないですか。うんうん、最初は100万でも ああこんなこれしかない大丈夫なのかなと思いながらやたのがだんだん感覚がバグってきて後半はなんか残金2万とか1万切ってあと7,500円みたいな。<laughs> <laughs> やばいバイト代が入るまではもうこのお金しかない <laughs> そういやそれでなんか私が帰国する日本に帰るタイミングにすごいなんか日本人の仲いいエリコも含めてね、うん、なんか卒業旅行しようぜって言っ、えー、と違うなポートランドうん、うん、ポートランドメイン州ポートランドに行ったんだけどもその時の残額みんななんか50ドルとかだった <laughs> そう。すごくそれで行く気になったよね <laughs> <laughs> なんかぶっちゃけトークみたいなみんな今残高いくらありますか <laughs> え50ドル 50ドルってひどいですよね <laughs> ひどいねなんかもう普通にそれで行っちゃう私たちもすごいよねすごかっただって3人合わせて1万なかったとかいうレベルじゃなかったですか <laughs> 旅行中 <laughs> そうだったね なんかでももう楽しかったですよね。楽しかった、うん。感覚はおかしくなるんだなと思います。<laughs> でもあのバイトができるんですよ。ね、そう,そう一応あの学生ビザで許されているバイトが学内のバイトで、うん、まあ週に何時間までならオッケーっていうのがあって、うん、でバークリー側がいろいろ用意してくれて,て、そうなんで私たちもいろいろやったけど、うん、例えばピアノの練習室の受付スタッフとか。うんうん <で> <laughs> そう <laughs> そうあとあの歌のね伴奏とかまあ普通に歌以外のアンサンブルのクラスでピアニスト足りないところに行ったらねそのクラスも受けれるし一石二鳥みたいなそうなんですよねすごいやっぱそのシステムはすごいいいなと思います要はうん、うん、その自分が授業を取り終わってまあその授業をマスターした理解した場合今度はそのチューターとして その働くことがでできるんですよねそしたら今度は今じゃ受けてる人とかにこの授業のその授業をお手伝いを一緒にするまあチューター多分日本にもあると思うんですけどそれでバークリーがちゃんとその生徒にお金を払うっていうのでみんなこうウィンウィンみたいな確かに感じでね、うん、あのやることができたのでそのしかも学内バイトもいろんな種類があってやってたんですけど結構緩いかったですよね。そうめちゃくちゃゃくかった なうん、もうだって受付のバイトなんてさ普通になんか何番の部屋そ<う> <laughs> 貸してって言われたのはいっつって,て <laughs> 鍵渡すだけ鍵渡してパソコンに打ってだけだったんでうもうなんかみんなね課題しながらやってたよねそう何をしてても日本の場合ってねなんか働いてる時にそれ以外のことしちゃいけないみたいなのありますけどあれは学内バイトはもう何してても、まあ、鍵さえ渡せば、OK、みたいな <laughs> 確かにお互いだから <laughs> <う>あの練習室でバイトをしてる時はね<う>なんか。 どっっちかがご飯持ってって一緒にしてしたおしゃべりしたり宿題したり YouTube 見ながらやってあれは美味しかったな確かにあれやっちゃったらもう日本でちょっとバイトするの <laughs> しかもだって時給も1300円ぐらいでしたよね最低時給がまず向こう高いからね。いや私はねすごい印象的だったのがやっぱりねボーカルの伴奏で、うん、いろんなジャンルの伴奏しに行くんですけどなんか <laughs> 一つ。 あのイケイケの先生でね、うん、それまたなんか「<laughs> よしこのクラス始まったぜ」みたいな,なラップで自己紹介していきましょうみたいなのが始まっちゃって <laughs> 本当にどうしようかと思いましたラップで自己紹介したんですか結局私はあのスタッフだったんでよかったんですけど<あ>なんかどうなっちゃうんだろう <laughs> と思って私はどうしようみたいなしかもなんかみんな一人ぐらいえできないよってなると思いきやマジでみんなやるんだよね <laughs> 振られたらちゃんとうまいこと言ってたし何か自己紹介。や たんだけど、私そんな授業もうなんか次の回から行かないよと思って、<laughs> シャイなので。シャイですね。<laughs> なんかそうだな、私はあの。 バーーククリーにサマース,クーサマースクールっていうのがね,あったねなんか15歳まあ高校生ぐらいの子が体験入学みたいなのができるイベントそうそうそうイベントがあってそれのまあアシスタントみたいなピアノでお手伝いをするっていうのでバイトしてたんですけどやっぱあれ良かったですねキラキラの高校生たちを見てると本当に映画の世界みたいで。<laughs> すごいなんかときめきめました私はもうねなクラスに入ってるわけじゃないけど10人ぐらいのアメリカの高校生たちが青春をして音楽と共に成長していく様子を見ながらあなんかすごいいいなと思ってこれでもお金ももらえるしすごいなんかいい経験したなって。でも確かにねだって向こうに行ってもなかなかそういう世代の子たちと交わうんなんかこう交流する機会って 意外とななないいもんねねですね、うん、なんか最後にパフォーマンスがあってうん、うん、みんなで集まって「写真撮ろうぜ!」って言ってこう撮ってて私シャイだからその写真入れなかったんですけど <laughs> <いや S 1> すごい「いいな」入りたか「入りたいけどでもな,な」<laughs> 私だけなんか年めっちゃ目し <laughs> あまあでも気持ちはわかかる確にね,確かにね <laughs> かちなみに、うん、じゃあその卒業後ですよねボストンうん、うん、バークリー卒業した後にボストンに他にミュージシャンとしての仕事ってどんなものが。 ありますかねまあそう今だから結局私たちは帰国してきたわけだけど、うん、アメリカに残ってる子はやっぱミュージカルの伴奏の仕事をしたりとか、うん、まあ普通に音楽教室でね働いてる子もいるし、まあ本当にねなんかどこかのグループにプレイヤーとして所作みたいなのももちろんありますけど。 感じはしますねホテルとかだけじゃなくて、うん、本当に自宅でのパーティーとかにピアニストを呼んでね演奏してもらうとかっていうのがあるのでミュージシャンも比較的ね行きやすいんじゃないかなと思うんですけどうどうでしょう確かにそれはすごい感じましたね,ううねそうですよねまあなのに私たちはあの、えー、コトエリコでやっていくと <laughs> 腹をくくって帰国したわけですけど <laughs> 本当にそう,、ね、そうですねこの後は あの次回ですね私たちがじゃあなんで英語でエリ結成したのかっていうところの迫っていくわけなんですけれどもうん、うん、はいではちょっとなかなか話尽きないんですけれども、うん、英語とエリコのインターフェームミュージックトラベラーズセッションそろそろお別れの時間が近づいてまいりました、はい、本日は第三回目の放送ということでどうですか慣れました <laughs> そうですねいや慣れてないなこの感じ <laughs> すごいだってあ <laughs> めっちゃ愛想笑いしちゃった <laughs> いやもうルームシェアのなんかあの頃すごい思い出しましたね思い出しましたね <laughs> <laughs> ちょっとトイレの話流す過ぎちゃいましたね <laughs> <laughs> 反省でした <laughs> はいあのー、この番組では皆さんからのメッセージツイッターで募集しています番組への感想や質問があればツイッターハッシュタグセッション八九七ハッシュタグセッション八九七でぜひつぶやいてください、はい、え次回はボストン編パート3英子、はい、とエリ子の結成についてお話をします ぜひお楽しみに。えー、ではですねここまで A とエンディングナンバーは「エことエリコでスクランブルクロッシング」これはですね、あのー、私が、まあ、日本に戻ってきてから、あのー、思いついたパッと思いついたメロディーなんですけどみんなでこうワイワイあのいろんな人と出会って別れてそ,のそういう繰り返しをですね思いながら、えーうん、書いた曲です。 なんとなくこの当時のルームシェアでみんなでワイワイしてた賑やかな暮らしを思い出しながらですね皆さんと一緒に聞きたいと思います。はでは来週もお楽しみにお待ちお聞きください。ええこたえりこでした。